おはようございま す。スミスの辻春人です。13代目アングラーズアイドルのアズアズです。今日はですね、はい、夏ということで、はい、キハダマグロをほっぺげ丸さんにお世話になって頑張りたいと思います。はい、ちょっとね、状況すごく良かったんですけれども、はい、ちょっと落ち気味です。落ち気味実は昨日ね、2人でプラスケース行ってきたんですけれども難しかったですね。もう難しかったというか上がっていないというか、ね、チャンスが少ないですね。はい、まあ、そんな中でもですね、なんと本日、はい、ピンクのおじさんが欠席です。ピンクのおじさんどこになんか高飛びして外国に行ってるみたいです。あー、なるほどというわけで、はい、今日はこの2人で頑張っていきたいと思います。はい、行ってきます。行ってきます。よっしゃ出たよ、カツオカツオ、よっしゃ。ちょっと待って、ちょっと待って、でかいでかいでかい。まずあのパヤオ周りをやってみるということで、あ、なるほど、はい、パヤオっていうのは浮き魚礁ですね、はい、でそれについてる、まあ、マグロであったりコツロであったりを狙おうということなんですけれども、はい、鳥が一羽もいません。一羽もいないですね何にもないというわけで、まあ、キャスティングで狙うということになると、はい、あの誘い出し、はい、あの浮いてない魚を、まあ、水面までおびき寄せるということで、はい、2人ともねポッパー系でやってみたいと思います。はい、これで正解にする。動きって、うんとね、パシャって持ってた方がいいです。そんなね、泡を出さないの。ポップがちっちゃいやん。なるほど。だから そんな感じで OK よ。どっちがいいんだろう。これはね、やってみんとわからんマジ でみんなポッパーですもんね。とりあえずポッパー系が主流になってるけど、ペンシルでも全然いいよ。ペンシルの場合はこうやってヌメヌメって中入れてあげてポコンって浮かせるみたいな感じ。来た、よっしゃ出たよ。なんやろ、シーラや、シーラだ。いやー、ドキッとしたねシーラです。よし、とりあえず魚釣れたと。おー、綺麗まあまああるっすよ。はい、お願いします。でかい、でかい、でかい、でかい。さあ、やりました。シーラー、でかすぎる。おとなしくしてくれ。普通にメーターありますよ、これ。ほら、まあね、誘い出しでふわっとしてたらもういきなりガツンと持ってきました、ね、さあ、はい、私たちが今回投げてたロッドなんですけれども、はい、実はこれプロトロッドです、はい、これからのですね、はい、島沖の、まあ、キハダを、うん、まあ、メインに考えたロッドを作ってきました。で、もともと今スミスにはあのパックロッドシリーズ、はい、あの4ピースになるパックロッドがあるんですけれども、うん、はい、まあ、あれもめちゃめちゃ使いやすいんですけれども、うん、まあ、島沖みたいにあのソナー反応であっち投げてって言われた時にパーンって投げれるようなロッドを、うん、まあ、開発してきたという背景があります、はい、で、このプロトロッドなんですけども、うん、ほぼほぼ完成状態、はい、で、もう間近だと言っていいかと思います。発売まで、はい、グリップジョイントで、ここでジョイントが抜けてグリップ部分が残るという、はい、2ピースってことですね。そうですね、形となってます、はい、で、一番特徴的なのが、はい、まあ、マグロをファイトするときに、はい、やっぱりしんどくなってくるじゃないですか、はい、で、そのときに
今のこの右手の位置だとしんどくなるから、うん、多分ねもうちょっと前を持った方が楽になるんですよね、はい、そうあのギンバルに音を入れて、でこう、まあ、曲がった時にいきますね、曲がった時にそうそうそう、で今持ってるところがグリップの上のいわゆるバットの部分なんですね、うん、そのバットの部分にグリップのラバーを巻いてあるんですね、はい、でそこを持つことでまあおーおーおーこんな感じでも一応耐えられると。確かに固定されてる感がありますね。そうですそうです。でここのところに指を、ね、引っ掛けられるんで、ここってことですね。そうそうそう、滑りにくいんでね、それであのファイトが楽っていう特徴があります。で、はい、このロッドなんですけれども、まあ、三重県沖をメインに考えてたんで、はい、基本は6号8号が投げやすいロッドになってて、その他ね、あのまだ番手をどれだけ出すかわかんないですけど、結構な幅であのラインナップする予定ですんで、まあ、自分のスタイルに合ったロッドを選んでいただければいいかなと思ってます。ハワイオールの周りね、ちょっとチャポッチャポッとしてる、多分カツオじゃないかなと思うんでね、カツオ狙い、さあじゃあ行ってみたいと思います。さあどう出るか。うわ、軽い。あ、そういう感じで全然パシャパシャ。スキッピングスキッピング。お、あー出たのに。で、よっしゃ、来た。よっしゃー、カツオ。カツオ？カツオカツオ。あー、バレた。クソ。まだあるよ、まだあるよ。クソバレた。船長ごめんなさい。おお。間に合うか？広いね。いっていっていって。そうか。入ったよ。多分入ってるよ。早いなこれ。本当もう。モグラ叩きみたいに出る前に投げないと。担当、うん、辻さん、はいはい、今日あのカツオをヒットさせたじゃないですか、はいはいはい、その時にサージャー使ってたんですけど、はい、なんでこれをこれって言ったのか気になるなと思って。ね、まずカツオってすごい目がいい魚なんですね、はい、だからルアーか餌かを見切っちゃうんですよ。え、そうなんですか。そうってなった時に騙しやすいのがこのまずサージャーなんですね、はい。でなぜこれが騙しやすいかっていうと、うん、僕らあの高速巻きしたじゃないですか。しんどかった。しんどいやつ。あれしんどいけどなぜやらないといけないかっていうと、水面の上をねこう スキッピングで滑らしたいんですよね、はい、そうすることによって騙しやすいんですよ。うん、水面から出してあげることによって、はい、で反射食いを狙える、はい、っていうのでこれがめちゃめちゃ効きます、はい、でその逆に水の中にちょっと入れた方がいい時があるんですね。それはどういう時かっていうと、あのベイトがいっぱいいて、そのベイトにカツオが突っ込んでいってる時、はい、その時は水の中のものを食べてるんで確実に飛ばして距離が稼げて、かつ強波動で泳ぐこのヘビーシンキングミノーのルーディッシュがめちゃめちゃ釣れます。僕、これができてから 2,3 年これ使い続けてるんですけれども、めっちゃ釣ってます。自称ルーディッシュおじさんと言わせていただきます。それぐらいね、あの自信持ってあのカツラナブラに、うん、あの投げるべきルアーの一つだと思ってるんで。あ、先にどっちがいいとかあるんですか？ナブラがバーって出てる時にどっちを使おうってあるじゃないですか、はいはいはい、どっちから投げた方がいいとかありますか？それがね、どっちがいい引っかかよく分かんないの、投げてみてやっぱり答え合わせみたいなのがあるんで、例えばさっき言ったように、うん、あのベイトがたくさんいるよっていう時はどっちかというとこっちの方がいいです。なるほど。でベイトが例えばいるけど、うん、あのシラスってちっちゃい魚、うん、はい、あんなんがいっぱいの時はどっちかというと水の中に入れると見切っちゃう傾向があるんで、サージャーの方がいいかなっていう感じですね。わかります。じゃあどっちにしろそう、この2つを持ってればそういうことですね。そう、答え合わせができるんで、うん、この2つぜひ両方持っておいてどっちがいいかなっていうのを、なるほど、そう、その日にアジャストしていただければいいかと思います。わかりました、ありがとうございます、はい。次は釣りましょうね。はい、頑張ります。
このちっこい魚何ですか。これフグ。これはね、多分なんとかハギ。これ食ったやん。カツオカツオ、よっしゃ。ドラッグ入れるだった。いやいや、そのままでいいやん。わあ。カツオめっちゃ引くよ。で、パヨに巻かれるのだけ気をつけて。はい。行けるときガンガン行った方がいいですよ。カツオっすね。あー、バレた。バレた。いるいるいる。おるおる、巻いて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 。バレたバレたバレた。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 疲れすぎや。もうバレたっすね。きつ。届け。いったやろ。おっしゃ。届いてない。どうや。くそー。あとちょっと足らんか。お願い。もう一回出て。あ、でも難しいね。お疲れ様でした。いやー、難しかったね。難しかった。めちゃくちゃ難しい。ね。まあ、とりあえず、今日は、ソナー反応に合わせて投げ倒したと。はい。はい、で、シイラが食ってきたと。あ、でっかいの釣ってましたよね。とりあえず。で、2人ともその後に、カツオがいることを発見して、はい、2人ともかけて、はい、見事2人ともバラしました。もう何やってんだかね。ねえ、でも結局カツオも難しくって、うん、2人ともあのワンバイクと重みでしたもんね。それが出なかったですもんね。ですよね。もったいないことをしてしまいましたけど。いや、難しかった。はい、で、まあ同戦者の方が、はい、あのワンチャンスだけものにしてくれて、うん、で1本取れたんですけれども、はい、まあ私たちはとりあえず修行がちょっと足りなかったと。そうですね。もうちょっと修行しましょうか。あのピンクのおじさんにまた修行してこいと言われそうですね。言われそう。釣ってましたからね。というわけでピンクのおじさんね、はい、あの中村さんなんですけれども、そのこのロケの前にプライベートで行った時にちょっとあのキハダ1本撮ってらっしゃるんで、その映像をどうぞになるのかな。さんなんですけれども、香水音機夏いっぱいはもうキハダオンリーで営業しております。ホームページをあの入念にチェックしておいてですね、あのほっぺゲレマールさんの方にお邪魔してみてはいかがと、はい、かと思います、はい、というわけでまた次回楽しい釣りをお伝えしたいと思います。さようなら。さようなら。